トーマス・アール・コーネリアス、トーマス・アール・コーネリアスは、アメリカ合衆国オレゴン州の連盟期における著名な、政治家、商兵である。ミズーリで生まれ、若年期に家族と共にオレゴンカントリーに移住し、その地で、海遊戦争、焼きマインディアン戦争に参加し、アメリカ先住民と戦った。オレゴン州ワシントン軍に入植し、彼が住んだ場所の近郊は、 彼の名にちなんでコーネリアスと名付けられた。保育党、そして後に共和党の党員としてオレゴン準州議会の議員を務めた。オレゴン準州が州の地位を獲得した後はオレゴン州元老院の議員を務めた。元老院では一期議長を務めた。また彼はコーネリアスパスロードを建設し自身の名を付した。息子にベンジャミン P コーネリアスがおり、 彼もまた、オレゴン州の政治史において、重要な役目を果たした。1827年11月16日、トーマス・アール・コーネリアスは、ミズーリ州で、エリザベス・コーネリアスとベンジャミン・コーネリアス夫妻の間に生まれた。1845年、トーマスと家族は、オレゴントレールをたどって、オレゴンカントリーに移住し、テュアラティン平原と呼ばれる今日のコーネリアス北方の、 土地に農場を設立した。ホイットマン虐殺が1847年後半に発生すると1848年、トーマスはオレゴン暫定。市民軍はホイットマン電動所での殺害に責任を持つ者たちに制裁を与えるべく海遊戦争を遂行した。カリフォルニアで金が発見されるとコーネリアスは一時的にカリフォルニアを訪れ、 1849年にオレゴン準州に帰還している。翌年、フローレンティン・ウィルクスと結婚し、1864年に彼女が没するまでに6人の子供を設けた。そのうちの一人が、後にオレゴン州の政治家となるベンジャミン・ P ・コーネリアスである。一家は、その後、640エーカーの広さを持つ、教与地請求法により取得した。 コーネリアス近郊の土地に入植することになる。1855年、アメリカ先住民との二度目の戦争がカスケード山脈の東方で勃発し、ヤキマ族との交戦が繰り広げられた。コーネリアスは再び市民軍に参加した。コーネリアスは部隊長として一体を先導し、3ヶ月後、ジェームズ・ W ・ネズミスが辞職すると、コーネリアスは大佐に選出された。 コーネリアスは戦争が終わる1856年まで大佐を務めた。1856年、コーネリアスはオレゴン準州議会上院の議員に選出された。ホイック党員としてワシントン軍、コロンビア軍、マルトノマ軍を包括する第8選挙区から選出された。1858年には再選を果たし、準州時代最後の任期も議員として務めた。 1959年2月14日にオレゴン州が国内33番目の州として成立するとコーネリアスは新しく設置されたオレゴン州限道院で議席を継承した。オレゴン州限道院でコーネリアスは引き続き共和党員としてワシントン軍をはじめいくつかの軍の代表を1874年度まで務めた。コーネリアスは1862年度の任期中。 アメリカ南北戦争を受けて一旦議員活動を中断している。南北戦争中、コーネリアスは連邦政府のために騎兵隊を起こす権限をエーブラハムリンカーン大統領から与えられた。コーネリアスは軍の大佐に選出されワシントン州わらわらの中東地を撃破した際には彼が指揮を取った。1862年の夏、コーネリアスは食から降り、キロに着いた。 1866年度の任期中、コーネリアスはオレゴン州元老院の議長に選出された。1866年、彼はオレゴン州知事への共和党の指名を勝ち取ったが、総選挙でシルベスター・ペノイアーに敗れた。1864年に妻に死なれたコーネリアスは、1866年にミズーリエースミスと結婚した。1872年、 現在のコーネリアスに移り住み、一軒の店を構えた。店を構えただけでなく、彼は合計して1500エーカーもの土地を所有し、そこで農場が3つ、倉庫、そして製材所を運営していた。彼は、コーネリアスパスロードと呼ばれる峠道を建設し、テュアラティン渓谷とコロンビア川を結んだ。コーネリアスは1899年6月24日に71歳で、没した。 彼の遺体は、コーネリアスメソジスト教会墓地に埋葬された。ありがとうございます。